これは何だろう、食品サンプルかな。僕個人的にこのテーブルと椅子が結構好きです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルグブルだ。ヒューイナ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターリバーサイドハウスボードの続きになります。前回の動画でこちらの水上飛行機に組み替えました。この水上飛行機が思ってたより大きくてとっても良かったです。はい、今回の動画ではこちらの両村に組み替えます。はい、ハウスボートと水上飛行機の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み替えます。はい、すべて完成しました。あ、これは結構いいかも。あ、ちなみにこちらの正式名称は両村です。ただこれ両村っていうのかな。まあ個人的に浅瀬のカフェと漁船でいいかな。はい、まずはこちらが両船です。全体はこのようになってます。あ、この両船パーツ自体はそんな使われてないんですけど、完成度は結構高いです。はい、船首はこのようになっていて、で船尾はこのようになっています。で、船尾にクレーンがあります。このクレーンはここが回転して、ここの根元でこのように動きます。小さいんですけど、船首にはライトがついています。左舷はこのようになっていて、右舷はこんな感じです。操縦席にはハンドルやレバーがありません。個人的にここにハンドルかレバーはつけてほしかったなって思います。はい、ではミニフィグを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、続いては桟橋とカフェです。はい、全体はこのようになっています。まずは桟橋はこのようになっています。桟橋の長さここまであるのかなって思ってたんですけど、思ってたより短いです。前には階段とカメラがあります。はい、次はこちらのカフェを見ましょう。このカフェめちゃくちゃいいな。僕こういう海辺のカフェとかあんま見たことないんですけど、僕はこの屋根の形状と外観が結構好きです。この看板結構面白いです。見えづらいんですけど、中に花壇があって、これは何だろう、食品サンプルかな。側面はこのようになっています。はい、中はこのようになってます。僕個人的にこのテーブルと椅子が結構好きです。このレゴクリエイターもう一個買って、キッチンとかカウンター席を作ってみたくなりました。まあただこのレゴクリエイターは廃盤品なので、買うとなったらまあ難しいです。ではこの椅子にミニフィグを座らせます。はい、座らせるとこんな感じです。やっぱミニフィグあるだけでめちゃくちゃ雰囲気あります。ただ子供のミニフィグは座らせれないので、まあ立ってるだけになっちゃいます。
はい、青色の基礎板の上に置いてみるとこんな感じです。このレゴクリエイターには青い基礎板がすごく合います。3つの作品をこの基礎板の上に並べたくなりました。はい、レゴクリエイターリバーサイドハウスボートの量損はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターリバーサイドハウスボートの量損を組み立ててレビューしてみました。さっきの説明で言うの忘れちゃったんですけど、ハウスボートのハウスとボートがそれぞれ独立してこのようになったと言ってもいいです。ちなみにさっきも言ったんですけど、漁船と桟橋とカフェ、この3つが一体化して量損なので、個人的にこれの名前は量損じゃなくて漁船と桟橋のあるカフェでいいんじゃないかなって思いました。外装のデザインと中のデザインが個人的に結構良かったです。で、今回こちらのレゴクリエイターリバーサイドハウスボートの作品3つ作って個人的に良かったのは、これ決められないかな。まあ、全部良かったんですけど、個人的に好きだったのは、最初に作れるボートハウスです。ボートハウスの大きさと重量感が今まで以上にすごく良かったのと、ボートハウスの船内の中が結構よくできていて、さらに、ボートハウスの中の様子が見れるように、ヒンジパーツが使われているのが、すごい良かったです。で、あとは、ワニが良かったです。はい。今後発売される新しいレゴクリエイターもすごい楽しみです。レゴクリエイターリバーサイドハウスボートは素晴らしかったです。はい。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画、面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、コメントやリクエストや質問など、お待ちしております。それでは、次の動画でお会いしましょう。おーならー！イェーイ！